はい、本日は、カラフルバケットの甲賀夏実さんにお話を伺いたいと思います。甲賀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日、いきなりですが、どんな夢やビジョンをお持ちですか？はい、大阪府豊中市でフランスパンに特化したパン教室を主催してます甲賀夏実と申します。家庭製パンの中でも難しいとされているバケットを家庭用のオーブンで焼くっていうコンセプトで、マンツーマンでコースレッスンを行っている教室です。で、私の夢ですね、夢は一人でも多くのバケット好きさんがいつでもお家で美味しいバケットを作れるようにっていうようなことで、そのために私の元でどうしてお家でうまく焼けないのかだとか、あとは作るコツっていうのをしっかり学んでいただきたいなっていうのが夢であります。バケットってお砂糖だとかバターっていうようなものが入らなくて、もう小麦粉、お水、お塩と、あとはイーストって言われる酵母、これだけのシンプルな材料で作られるパンなので、菓子パンだとかお惣菜のパンみたいに味にごまかしが効かないんですね。で、バケットってちょっと昨日焼いたやつがあるんですけど、こんなこういう、クープって言われる模様がありますよね、うん、これを作ったりだとか、あとは切った断面にこういう気泡があるのが、好まれるとされてるんですけれども、これをちょっと自分で作るっていう時に習得するのがなかなか難しいとされています、うん、で、これだけ無料の動画だとかレシピみたいなのがこう広まっている時代なのに、やっぱりお家でできないっていうような方が多いパンなので、私がこの家庭のオーブンでもバゲットは焼けるんだよっていうことを広めていきたいなっていうのがあります。素晴らしいですね。さっきのパンすごい美味しそうでした。ありがとうございます。はい、それではそれを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうですね、私の目標という意味では、生徒さんが理想のバケットを習得していただけることっていうのと、あとは教室の知名度を上げるっていうことの2つです。で、生徒さんに、バケットを習得していただくためにコースレッスンを体系立てて考えました。回数を追うごとにステップアップ、知識面でも技術面でもステップアップしていただけるようなコースにしているつもりです。で、その上でやっぱりそれでもうまくいかない、悩まれてるっていうところが出てくると思うので、どうしてうまくいかないのかっていう原因を2人で突き詰めたりだとか、それが技術面であったらレッスンで特訓をするんですけれども、うまくいかないものっての代表格としては、さっきの模様のクープですね。クープができることをクープ、できないことをクープが開かないって言うんですけれども、どうしてクープが開かないのかっていう原因をこう突き詰めていくと、もう最初の材料の時のお水の温度が間違ってるとか、そんなところにも行き着いたりするので、もう本当に2人でこういう時はどうだったっていうことを話をしています。で、一回、ね、作り方っていうのを瀬戸さんにお伝えしたからといって、皆さんが理想とするバゲットがはいできますっていうようなパンではやっぱりなくて、ちょっと難しいので、レッスンじゃない時でも写真だとか動画を瀬戸さんから送っていただいて、 LINE で送っていただいて、あだこうだ言ってます。連絡を取り合ってるような状態です。で、そうは言ってもパンってこうあるべきだみたいな正解っていうのはないので、生徒さんがどこを理想にしてるのかっていうところで、その理想に向けて私と生徒さんで特訓してるっていうような感じです。で、生徒さん、卒業生さん含めて皆さん上達されてお家でも焼けるようになってます。なので、そんな方が増えていくように、私のことを、私の教室をもっと広めていきたいなと思ってるので、このインタビューが出来上がったら高橋さん、どうぞ皆さんに広めていただけると嬉しいです。もちろんです。ありがとうございます。すごい、でもすごい
サポート体制なんですね。そのマンツーマンでできるまで相談したりとか、はい、ちょっと普通のパン教室とは違うと思うんですけど、やっぱりそれだけの難易度のあるパンではあるので、絶対焼けるようにはなるので、最後までサポートしたいなと、その人が理想とするパンをってことですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その目標や計画に対して、じゃあどんなこう活動指針を持って、まあそのはい、ね、寄り添ったりサポートしたりの、その基本活動とかをしてらっしゃるんですか？はい、私の活動としては主に3つです。1つ目はレッスンですね。もう対面でやったり、あとはまあコロナっていうこともあってオンラインも始めてるんですけれども、どちらもマンツーマンでレッスンを行います。でもちろんレッスンではバゲットを作るっていうところをやってるんですけれども、まあ、先ほど申した通り、ご自宅で復習されたりだとか、された時には、逐一 LINE でご連絡いただいて、まあ、添削をするっていうようなサポート体制でレッスンを行ってます。で、2つ目はメール講座っていうのを行ってます。あ、メルマガですね。無料のメルマガです、うんうん、バゲットを家庭用オーブンで焼くコツっていうもうテーマで、コロナの去年の引きこもりから1年以上ガタガタ作ってるんですけれども、でこのメールをご購読くださった方が、メール読んだだけでクープが初めて開いたっていうようなご感想を写真と一緒に送ってくださったりして、ちょっと手応えは感じています、うん、メルマガになんか私は返事をするっていう感覚が今までなかったんですけれども、ご購読くださった方は無料でこんなに教えてくれていいのだとか、なんかこれ目から鱗ですとか、なんか私がその方のことを見てたんですか、私のことが書かれてるような感じでしたみたいなことを本当に皆さんお返事くださるので、とても嬉しくコミュニケーションを取らせていただいてます。と3つ目ですね。3つ目はインスタグラムでインスタの動画体験会っていうようなことも行ってます。先ほどのメールマガはもう文字だけのコツっていう感じなんですけれども、まあ、それを踏まえた上で動画なので、記事はちょっと皆さんに作っていただくんですけれども、バゲットと同じ記事でこういうちっちゃなプチフランス、丸い丸パンですね、を作るっていうのを、まあ、分割記事準備していただくので、分割から焼くところまでの一連の工程っていうのをお見せするっていうような動画体験会をご用意してます。インスタグラムで甲賀夏美って検索していただくと申し込みのリンクだとかっていうのがあるので、ご興味あったら見ていただけたらなと思います。そうですね、あと動画のところにまた詳細を貼らせていただくので、はい、そちらでもお願いします。ありがとうございます。はい、はいはい、それではじゃあそもそもその夢やビジョンを持ったきっかけ、はい、そこにはどのような出会い、発見や出会いがあったんでしょうか？そうですね、私は社会人になってから大手のパン教室に通い始めたっていうところが、うん、パン作りとの出会いがまずそこです。焼きたてのパンですとか、なんか可愛らしいパンを作るっていうのは楽しくって、うん、すぐにハマりました。お友達が遊びに来ていただいて来てくれる時には焼きたてパン焼いたら、まあ、みんな驚いてくれるので、そんなところに喜びを感じてたりしたのが、まあ、パンにのめり込んでいったっていうような経緯ですね。で、まあ、大手パン教室っていうところが、まあ、私のパン作りっていうところの基本になったので、師範の資格を取ったりもしたんですけれども、その後いろんなパン教室を見始めたら、そうだな、大手のパン以上になんかこう自分の求めるパンっていうのがあるなっていう、こうパンのもっと手作りパンの深みっていうのを知ってきて、数日経っても美味しいパンを焼く技術だとか、あとはパン生地そのものを美味しく作るための知識を知りたいっていうところで、そういうことを求めるようになっていきます。最初に美味しく作ってみたいなと思ったのは、やっぱりこうお砂糖だとかお惣菜の味でごまかしが効かないような食パンだったりだとか、見た目でこう失敗成功が分かるようなクロワッサンのバゲットもそうなんですけど、っていうものを作りたいなと思いました。バターと
パン生地の薄い層がいっぱい何層にもなって、食べたらパリパリパリっていくようなクロワッサンってやっぱりお家で作りたいなって思いますし、まあ、バゲットは周りの皮がパリッとしていて、クープが開いて、中は大小の気泡がボコボコしていて、かじったら中もちってして、こう長歯切れのいいような、やっぱりそういうバゲットっていうのを焼きたいなっていう目標ができます。なので、製パンの専門学校にも通い始めました。ただ専門学校ってパン屋さんみたいな、設備がすごくしっかりしていて、機械でも作っていきますし、やっぱり私の技術だと家でそれを手でこねて、家庭用のちっちゃなオーブンで焼くっていうのだと再現ができないな、専門学校で焼いたパンが再現できないなっていうような、やっぱり別の今度悩みが出てきてしまって、そこからちょっと私の探求心というか、そんなものが芽生えてきます。で、家庭でそれを再現させるためには何が足りないのかとか、どうやって補ったらいいのかっていうことを考えて、バゲットで言ったら100本以上焼いてきました。全部失敗です。で、記録を取って少しずつ自分の理想に近づくこともあれば、また遠ざかってしまうこともあって、もう本当にオーブンを開けるのが嫌になるぐらい失敗続きっていうことがあったんですけど、まあトライアンドエラーを繰り返していくうちに、やっぱりだんだんできてきて、出来上がったのがこの辺のカラフルバゲットのバゲットになってくるんですね。で、まあこれが焼けるようになってくると、せっかく手作りしたんだからっていうことで、パン屋さんに売ってないようなバゲットを作ってみたくなるもので、で、できたのがこの辺の黒いのとかは、ブラックココアなので生地は全然甘くないんで、ほろ苦いんですけど、中にチョコとバナナ入れてちょっと甘くしたデザートバケットみたいなのだとか、この緑のも抹茶ですね。抹茶なので甘くは全然ほろ苦いんですけど、黒と白2色の大南瓜入れて、これも和風にしてみたり、赤いのはトマトの生地で作っていて、チーズ混ぜてトマトチーズにしたりだとかピンクは赤ワインで染めていて、今はブルーベリーとクリームチーズ入れて赤ワインとの お供にみたいなパンを作ったりだとか、で、今ちょっと写真ないですけど、黄色いかぼちゃのバゲットっていうのも作って、この辺がコースのラインナップになってくるんですけど、こんな風にしてバゲットを楽しんできました。もう本当に諦めずに試行錯誤してずっとやり続けてきた結果かなと思ってます。で、100本以上失敗したのはもう本当にその時はすごく嫌でしたけど、今こうやって振り返ってみると、まあ、これは失敗ではなくって大きな経験と思っていて、まあ、生徒さんにこうやって お伝えする教える立場になってみたら、これはすごく大きな財産だったなっていうことに気づきました。で、これだけもうバゲットをずっと焼いてたら、もう他のパンはもう良くなってしまって、なのでもうちょっと変わってるんですけど、皆さんにバゲットをお伝えしたいっていう思いになったので、バゲットの専門のパン教室っていう風になったのが、私のバゲットとの出会いになります。すごいですね。すいません。いやー、もうそれだけのものをいろいろ作れるって私もすごい大発見でしたし、ね、それだけ本当にシンプルなものっていうところから、これだけね、いろんなものを作れるっていうのはすごいなと思って、まあ、パンのその思いの出発もあったと思うんですけど、その発見やね、いろんなこういう出会いの背景にはその何があったんですか？そうですね、私は2年前までもう全然違う金融機関の会社員を13年間やっていきました。で、私は千葉県浦安市出身で、主人も東京なんですけれども、やっぱり実家から離れて子供3人をワンオペで育てるワーママの生活っていうのは、もう睡眠時間を確保するのも大変なぐらい大変な暮らしだったんですね。子どもたちの授業参観にはやっぱり行けないですし、子どもと顔を合わすのって平日は朝1時間夜は2時間の3時間みたいな日々だったので、子どもが1人目の子が10歳間近になった時、子育ての半分が終わるんだって思ったら、この子のことを見てこなかったことにすごい後悔をしたんですね。
で、その頃から子供たちのことをもうちょっとそばで見たいだとか、とは家で仕事できないかなっていうようなことを考え始めて、私が社会の何か役に立てることって何だろうって考えた時に、やっぱり好きなパン作りをもっと極めてお伝えしていきたいなっていうふうに思ったっていう背景がありますね。なんか自分と家族を見つめ直して大事なものって何だろうって吟味した結果だったと思います。はそうい。だったんですね。じゃあ今はもう本当に理想の 形はい。が作れたんですよね。と思います。はい。素晴らしいですね。いちょっとや。私からも質問したいんですけども、はい。なんか今その金融のお仕事をやってて、はい。で、その上でもそんなにパンの専門学校とかなんかいろんなとこ、こうパンの追求ってすごいなって思ったんですけど、なんかその試行錯誤とか他にないものを作るとか難しいものになんか夏美さんが関心を持ってるのかなってちょっと思ったんですけど、そういう傾向あるんですか？なんでしょうね、やっぱり好きなことなのにできないものがあるっていうのがやっぱり悔しくて、じゃあもうそういうものなんだって割り切ってしまえば、あ、家だからできないってなったかもしれないんですけど、やっぱり世の中にはお家で作ってる方もいるってなったら、やっぱり私だってやりたいみたいなところで、ちょっと変なんでしょうね。極めたなんていいっうか、て思チャって。レンジャーっていうか、あ、負け ず嫌いなのか、チャレンありジャーがとうなごのざいか。ます。チャレンジャーいいのでした。そうですね。ちょっと挑戦してみたいとは思いました。なるほど。なんかちっちゃい時からそういうチャレンジするみたいなところがあったんですか？どうですかね。なんかいろいろ諦めてきてることはいっぱいあると思うんですけど。そうなんですね。すごく魅力的な、なんか、そのポイントだなと思いました。ありがとうございます。じゃあ最後にこの動画を見てる方にメッセージをいただけたらと思います。この度はご視聴いただきましてありがとうございます。バゲットは焼きたて2、3時間が美味しいパンなので、ぜひお店で買うよりご自宅で作って焼きたてを食べるのが美味しいと思うので、今年はマスターしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。